チュトラドルガ城、チュトラドルガ城は、南インドのカルナータカ州、チュトラドルガ県の都市、チュトラドルガにある城塞。チュトラドルガ城の城壁、チュトラドルガ城は、チャールキア朝の時代から確認されており、14世紀からは、ホイサラ朝の支配下でチュトラドルガのナーヤカが、統治していた。このナーヤカは長らく、ビジャヤナガル王国の従属下にあったが、同国が、ターリコータの戦いで敗れると、 次第に独立していった。こうして、その歴史の後半200年間は、独立王朝であった。なお、1689年から1772年にかけて、バラマッパナーヤカの地世には、シトラデルガ城の大増築が行われた。18世紀に入ると、マラーター王国及びマイゾール王国と、幾度となく衝突した。この城は、幾度も外敵を退けてきた。 堅牢な城であったが、数字にわたる攻防戦の末、1779年に、シトラデルが城は陥落し、王朝は滅亡した。チットレーダーが、2006年2月18日時点のオリジナルより、アーカイブ、2009年6月15日閲覧。シトロジャーグシティ、2009年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ、2009年6月15日閲覧。 バリー・ルイス、アイン・フォーマル・ヒストリー・オブ・ザ・チット・レーダーがネアーカス。アーバナ、イル・六万千八百1801、ウィ・デパートメント・オブ・アン・ソロポロジー。2011年5月15日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2009年6月15日閲覧。ありがとうございます。